わっしゃい、わっしゃい、わっしゃい、イエーイ。はい、ではですね、今回は、インドのですね、シスターシバーニさんについてですね、シバーニさんにお話をしていただきましたので、シバーニさんについてちょっと簡単に説明させていただこうかなと思います。はい、シバーニさんはですね、インドの、あのブラーマクマリスってご存知ですか？はい、僕は聞いたことは、ね、はい、ブラーマクマリスっていう、あの、瞑想、ラージャヨガっていう、ラージャヨガの瞑想を行う団体の中にいらっしゃるんですけど、このブラーマクマリスっていうのはまたね、すごいんですよ、世界中に4500以上のセンターあるんです、世界中に。そして、まあ、私2018年と20年のそれぞれ2月に訪問したんですけれども、その時に2018年には平和のイベントがあったんですね、はい、そして平和と健康と幸せだったっけなのイベントがありまして、うん、世界中の5大陸から1万人の人たちがいらっしゃったんですよ、うん、でそこでですね、私も初めてそこに行ったんですけど、うん、なんとものすごく高い、そのマウントアブっていうところにあるんですけれども、山ですよね、高度の高いところ。そしてそこはですね、皆さんボランティアでねお仕事なさってるんですよ。すごいですね、まさにね、地球の未来だと私思い出した。本当ですね。だってね、行ったらあの宿泊施設も食事も一切お支払いしなくていいんですよ。それだけ寄付で全て賄っていらっしゃってて、しかも病院もあるんです。そうですか。すごいな、なんかね病院があって、その病院も全て寄付で、もう国ですね、それは。もう国、国すごいねえ、うん、で例えば病院にいらっしゃる方々は、例えばお金がある方はお金も払うんですけれども、お金がない方、貧しい方々もたくさんインドにはいらっしゃいますから、そういう方々はもちろん無料。そしてもう動けない、自分から病院に行くことできないっていう人たちのために、この病院はちゃんと先生方がちゃんと訪問してくださるんですよ。そういうね、なんかもう今のこの時代ではない活動をしていらっしゃいます。あとすごい、ちょっとね、考えられないような仕組みができてますね。できてますね、すごい仕組みなんです。あともう一つね、あの瞑想よ、ラージャヨガって言って、本当にポジティブな優しい思いを常に発信して、要は私たちは肉体でありながら本当の姿は肉体を超えたものなんですよ、それは何かって言ったら魂なんですよってことを言って、そしてこう瞑想するんですけれども、農作物、農園もあるんですよ、そこのブラマクマリスの中にはね、はいはい、でそこは農園もちゃんと瞑想をして、一切それ以外のもの、たまにお水をあげるぐらいだっておっしゃってました。あ、でも肥料も何も何にもあげないで、瞑想を 2,3 人が、明け方ほんの2時間ぐらいやって、1週間に1回か2回10人ぐらいが集まって瞑想をそこでするらしいんですね。でその時になんと、例えばこの木があったとします、果物の木があったとします、すると、はい、この木、私が撮ってきた写真は、あのブドウなんですけど、例えばこういうサイズのこういうブドウになってくださいって言ってこう瞑想するらしいんですよ。そしたらちゃんとそのようになっていく。写真見せてもらいました。すごいでしょ。すごい、信じられない。だって砂漠のようなところですよ。うーん、何にもやらないで、あんなにふさふさと、そしてそこで瞑想して育てた果物をその敷地の中にお住まいの人たち、または訪問して来られる方々にみんなに差し上げるんです。すごい世界ですね。もう一つあるんですよ、もうすごいこといっぱいあるんです。ぜひ聞かせてください。もう一つはですね、フリーエネルギーのシステムがあって、はい、どうやらそれはドイツ政府があの資金提供もしたらしいんですけれども、
ちゃんとパネルを自分たちで作って太陽光を集めるんですね、うん、だから太陽の動きと同時にこの太陽光パネルがこう動くんですけれども、うんうん、そこで熱を吸収して、うん、その蓄電のシステムがすごいんですよ。普通だったらそんなにエネルギーってあまり長い長時間は蓄電できないらしいんですけれども、うんうん、長時間蓄電できるので、そして2万人ぐらい住んでいらっしゃるそのキャンパスの電気関係すべて賄っている。すごいんです、もう本当にすごいんです。2万人ですか。そうで食事もみんなで自給自足ができるような、もう本当に社会ができてるんです。でしかもみんな優しい。そしてそこでシバーニさんって方は、うん、あのもう13年以上もテレビでインドのな、インドってやっぱりその苦しい思いをしてる方々だとか、うん、はい、うつ病の方々だとか、うん、いろんな悩みを抱えてる方々ってたくさんいらっしゃって、うん、そのそういう方々に向けて、うん、もう13年以上もずっとテレビで私たちの意識というのはどういうふうな原理になっているかってことをちゃんと話して、もう膨大な人たちの、うん、を救ってきたわけなんですよ。それで私がちょうど2018年にそのインドに行った時にはこう一つあのテレビにバーッと人が群がってたんですよ。で何だろうなと思ってパッと見た時に誰か女性がお話をしてるんですね。白い服を着て座って。で私その時初めてあの拝見したんで、この人は誰ですかって聞いたら、え、知らないのって言われまして、いや私は知らないですごめんなさいって言ったら、この人はねシスターシバーニって言って、うんうん、ものすごいもうほとんどみんな有名な方で、この人に救われた人がたくさんいるんですって言って、うん、でそれがインドだけではなくって、もう世界中にこの、ブラーマクマリスを通して、うん、こう救われた人が多くって、でそのブラーマクマリスは日本にもまあ、支部がいくつかあるんですけれども、はい、まあ、細々と、うん、でも本当に素晴らしいあのラジャヨガの団体なので、うん、よくね宗教と間違ったりとかなさるんですけど、うん、とんでもないとても実は科学的な、うん、祈りを科学しているその組織であってね、で科学者たちがいて、うん、ノウハウをちゃんとその瞑想している時のノウハウ、うん、農作物にその祈りを送っている時の脳波、すべてデータを出しているんです。ですからそういう科学的なその団体でもあるということで、シバーニさんのお話をぜひ聞いていただきたいと思っております。ありがとうございます。はい、では皆さん、うん、お楽しみに。楽しみに。はい、はい、ではわしわい、わしわい。